ドラゴンクエスト4、導かれし者たち。実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい。ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。はい、今回はゲスタルト全くなしでいきたいと思います。ははは、全くセオリーな自己紹介しちゃった。ちょっと恥ずかしいわ。今更感があってね。はい、移民の街で特殊な町、都市が形成されましたんで、それをご紹介したいと思います。移民者を今パッと見せたんですけどね。まあ最後、荒くれで終わってるんで、どっちか、なんとなく、見た目は、予想はついたかと思いますが。最初狙ってたのがね、プレミアムバザーだったんですよね。で、旅の商人と商人、合わせて16人なんですが、今これ15人いるんですよ、実は。リーチかかってるんだ。で、最後の最後でね、この囚人船乗り荒くれっていう流れで、囚人船乗りの時点で、これから行く方も実はリーチになったと。で、どっちが次出るかなって感じだったんですが。まあ実際出たのは、こちらでございました。つまりこっちになりました。なんだかわかんねえか、外観だけじゃ。トルネコ。宝の匂い。まだ検索してないんだ。検索じゃねえや。調べてないんですよね。なんでちょっと見たいと思います。小さなメダルとかもね、きっとあるんで。ここか。これすげえな。めっちゃワクワクすな。やべえな。これさ、どこにあるか、ね、みんながいたらね、これみたいな感じでさ、やってけばすげえ楽しかったんだろうけど。種な。一切使ってねえ種。袋の中に大量に入ってるよ。そうそう、使ってもいいかもしんないな。木の実、あと3つあるらしいんだけど。馬の糞出た。全く用途のないやつ。ドラクエ都市伝説でさ、馬の糞使った後スロット回すと当たるみたいなやつあるよね。あれ本当なのかな。1,2,3,4,5 あれ借りてなくね。あ、ないか。気のせいか。あ、そっか。ゴールドだったっていうことか。狙いは完全に小さなメダルなんだけどな。ない。建造物内入らないで、まず探索するあたりな。ここら辺が自分の悪いところだわ。実況者向きじゃない、本当に。実況者向きじゃないこと今めちゃめちゃしてるわ。申し訳ない。匂いがしないんだったら、次フロアに行くべき。よし。3個か。小さなメダルは絶対あると思うんだよな。1つか2つはあるだろう。祈りのメガンテ。爆発しろというお達しか。怖いぞ。井戸招きいそうだな。なんか井戸招き、井戸魔人の類でさ、類でさ、すげえ発音だったな。類で。これ、あるか？ないか？あれ？あ、そっか。そこが1とここで1か、じゃ。だな。井戸魔人が宝の匂い判定なのがすごい寂しいよ。しまった。一人しかいないことを忘れていた。かっこいい。空気が割れてるよ。久々の戦闘シーンでしたね。ドラクエを実況し始めて。あ、そっか。移民者リストの流れで来てるんで。30分ぶりの戦闘でしたね。自分としては。ドラクエでは稀な例だ。あれはどうやって行くんだったかな？確かこの辺だったな。あったあったあった。ケーゲット。お？デーモンスピアか。急所に当たると確実に一撃的なやつだね。確かに。そうだね。呪われてはなさそうか。デーモンスピアな。メタル狩りの時に使えるかっていうと、多分使わなくていいのかな。
アリーナのキラーピアスと、あ、やべえ、ルート間違えてる。アリーナのキラーピアスと、魔人の金槌と、はぐれメタルの剣と、あと、ピサロにはハヤブサの剣つけてメタル切りで4食らわせてとかっていうのが多分効率的だと思うんで、そうなるんだろうけど。さあ、やっと建造物内に、入りました。まだ微妙にわからない。まだ微妙にわからない。まだ探索が続くぞ。あ、なんか。ここはありそうな気がしたから来た。ない!やられたぜ。あと二つある。これ?宿屋か。結構金踏んだくってくるパターンか。あれはどう行くんだ?酒癖悪そうなおっちゃんだな。もう後ろに瓶があるもんな。テントとかあるんだな。あとは、ごめんね、ぐるぐるごめん。ぐるぐるごめん。あ、壺がある。バニーさん、バニーさん。バニーさんどこ?ここか。おーっしゃ、小さなメダル。小さなメダルすごい探し回ったんですよ。で、自分アホで、移民の街がね、発展するたんびに5段階か6段階ぐらいあるんですけど。その度にね、アイテムがリセットされて、で、小さなメダルも復活することを忘れていて、ほんとないなないなってすっごい時間をかけたんだよ。かけたんだよ。ほんとに。ほんとに無駄なくらいかけてしまって。すっげえ時間をね、ロスしたの。もったいないなぁと思って今更だけど。あの時間に、大移民に使いたかったみたいな。ほんと損したんで、皆さんもお気をつけ。移民の街を完全に育て上げると多分12、3枚はゲットできるのかな ?1 段階目から。で、その上、今回は、はい、グランドスラム完成してるんで、まあ、一つしか見せれません、一つしかありませんでしたが、例えば、プレミアムバザーとかにまた変更したら、もう1枚ぐらいゲットできるんですよね、きっとね。メタル王の城で確か60枚ゲットしておけば最終的なものはいただけるんですけど、きっとこの世界には80枚、70枚強くらいの小さなメダルが隠されていると思うんで、ええ。移民でかなり集められますんでね。60枚じゃなかったらごめん。間違えてたらごめん。あ、ここにもあんのかな?ある。終わりましたね。祈りの指輪。何で遊ぶ?あ、なんか下もあるぞ。とりあえず、なんか、こっちの方がガチっぽいな。行くぞ、ポーカー、まずポーカーから行こうぜ。まず、掛け金はフルマックス。1、2、3、4、あれ?これもうストレートできてるんじゃないの?そうだね、ポーカーがわからない方もいるんで若干説明した方がいいのか。あ、多分1と13のせいでダメなのかな。まず2ペアから行きましょうか。2ペアもそのままですね。ニコイチってやつですね。噂の。エース、エース、4、4とかだと2ペアですね。この場合だったら。3カードはもう文字通り3カード。エース、エース、エースで3カードですね。で、順番的に4カード。エースが4枚で4カード。で、5カードが、エース4枚に対してこの1枚がジョーカーで5カードになります。確率はわかんないぞ。最後ジョーカーになるかな?ジョーカーが多分1枚しか紛れ込んでないから計算ができない。全く。でももう2桁計算になるんで自分は無理だ。ただ恐ろしい数値ですね。多分実況中、実況補正がかかっていても5カードはきっと見せれないと思う。で、ストレートですね。ストレートっていうのは、1、2、3、4、5みたいなね。うん。数字が1、2、3、4、5でストレートに、はい、行けばできるはず。自分の感覚では13、1、2、3、4でもできてるはずなんですけどね。なぜかできてないストレート。で、フラッシュ。3カードと、エース、エース、エース、3、3みたいな、本当に、自分の手札が、フルハウス、あ、フラッシュ忘れた。本当にフル。自分のハウスが本当に満タンな状態。つまり自分の手札が完璧に揃ってる状態がフルハウスです。はい。で、フラッシュっていうのが、この手札で言うと、
残して、残りの2枚が剣で出てきたら、絵柄がつまり、自分の手札5枚中すべての絵柄が揃えばフラッシュになります。はい。その上で、ストレートフラッシュっていうのが、この場合だと、剣のエース、剣の5、5で、1、2、3、剣で1、2、3、4、5を揃えて、ストレートフラッシュですね。はい。で、ロイヤルって書いてあるのが、ロイヤルストレートフラッシュで、それがおそらくなんですけど、あ、そうか、そしたら違う、ストレート、ロイヤルストレートフラッシュっていうのは、エース、もちろん絵柄がすべて一緒で、エース、キング、クイーン、ジャック、10ですね。10、11、12、13、エースで、ロイヤルストレートフラッシュになります。これも確率は相当低いはず。ジョーカーがない世界だったら多分確率は計算、ネットで調べれば出てくるはずですね。で、5スライムが、多分その、絵柄がスライムで、エース、13、12、11、10。だと思います。おそらくね。はい、簡単な説明終了。めちゃめちゃ下手で申し訳ない説明が。よし、行くぞ。なんと言ってもね、醍醐味はね、もういいや、こっちを。あ、ジョーカー出てきた。運悪いな。おお、すげえ。手札いきなり揃ってるパターン。ほ。まあ、フルハウスはなかなかならない。2ペア。こっからね、ダブルアップっていうのがあるんですね。これが楽しいんですよ。高いか低いかを選んで高い。こんな感じでダブルアップしていくんで。で、毎回その、この場合ですよ。このゲームの場合だと、もう、スライムの5と、ソードの10は出てこない。出てこないです。ただ、例えばスライムの10とか出てきますね。そういうパターンはある。で、この場合だと確率的には低いなんだけど、うん。やっぱね、ギャンブルっていうのはね、不合理に身を任せてこそ博打なんで、でもここはまだ低い。不合理に身を任せる、その、自分の強い心がなかったな。自分ダメだわ。カイジ君みたいにはなれない。残念。今、ストレート狙いだったんですけど、ダメでした。コツなんですけど、うん。だいたい配った時にね、結構な確率で、はい、こんな感じで、ペアできてるんで残してあげて、スリーカードを狙いに行くのが、いいかもしれない。これは自分ずっと前、これやってます。これでやってます。うん。で、場合によってはフラッシュ狙いに行ったり、フルハウス狙いに行ったり。まあ、フルハウスはあれか。もともと3カードとか、2ペアが完成してる状態だとなりやすいんで。ストレート狙いはあんまり効か、あんまり良くないかな。あんまり当たらない傾向にあるんで。基本的には3カード狙いで行くのが、うん、一番確率は高いような気はしますね。体感だけど、これも。自分はいつもそうやってきた。お、2ペア揃いましたね。3カード狙ってて、そう、2ペアにもなりやすいんで。低い。引き分け、低い。だこれでもうジャックが、スライムとエース、剣しかないパターンですね。で、一番弱いカードが2で、一番強いカードがジョーカー、エース、13の順です。どんどん下に下がっていくんですけど。まあ、確率で考えてみると、やっぱ、2、3、4、5が出るより、上の7、8、9、10、以降が出やすいんで高い。とかを選んでいくんですよ。選んでいくんですよ。やっていくんですよ。OK、いいよ。これは次高いでいきます。うん。ここが問題なんだよね。この中間層が出てきたところ、こっからが問題なんだよ。で、今までの流れを見て、若干その、自分は感じるのは、この上目の数字が多いんで、JJ10、10みたいな感じで。ここで、あえて低いを狙いに行く。よーし!よし!で、2なんで絶対高いが、確実で確定。6以下の方が確率は低いから、高いを選びがちなんだけど、ここは不合理に身を任せる。トゥッ!最強カード出てきた!最強カード出てきた。次低い確定なんで、1280、2500、5120枚くらいか。確定だったのにもったいね。
もったいねー。いやーマジ、ここら辺センスですね、センス。どうしよっか。じゃあこんな感じで行こうか。こうか。出ないか。あ、惜しいな。ジョーカー含めてもロイヤルストレートフラッシュ。あー、この場合だと、俺は何を狙ってたんだっけ。エース、ジョーカー、13、剣の12、11、10のどっちかの2枚が出てくれる。3分の2出てくれれば、うん。ロイヤルストレートフラッシュだったんですけど。ジョーカーは何でも役目を果たしてくれますね。はい。お、スリーカード。うおー、フルハウス揃ってる、すげえ。行くぞ。これ最後にしたいと思います。いや、スロットとかやっても別に面白くないと思うんだけど。まあ一応やるか。うわ、また真ん中から高い。もうこれしょうがない。オーラッキー。行くぞ。低い。よし。次は高いでいく。いや、こういう時に2とか出るんだよな。フラグじゃないってー、もう。フラグじゃないよ、もう。今の感覚が分かってるんだったら低い選べよな、俺な。マジダメだわ。ここら辺がね、ダメなとこなんですよね、自分のね。あ、愛と信頼のゴールド銀行あるんだ、フォーも。知らなかった。スロットとかやっても、これ運ゲーだからな。きっとね、どれか当たりやすいとかありますよ。きっとある。あの、スロットってこれ長時間やってないとね、当たらない仕組みになってるんで、いきなり単発でポーンって当たりました、みたいな。のはあるけど、もう基本的には当たんないんで、あと、当たりやすいマシンっていうのが設定されてるんですよね、これ。パチンコもそうらしいですよ。あの、店側がちゃんと設定してるらしい。あと、一回出たとか出にくいとかね、あるらしいですね。自分、ゲームの中ではいくらでもこうやってギャンブルするけど、絶対そういうとこにお金かけない人なんで、絶対かけないんで、あとタバコね、一切そこではお金かけないって決めてるんで、人生でね。動画見てる方はあまり、その認識がないかと思うんですけどね。ツイッターとかでよく絡ませてるみんなからはね、金だるって呼ばれたりすることがあって。金だる、ケチだるの類ですね。まあ、怒ったりは全然するんですけど。お金にはがめついやつでね。本当に1ヶ月1万円生活みたいなのを無駄にやってる人なんで、多分1万円もかけてないかもしれない月もあったりするくらいなんで。よし。これもご紹介するぞ。うおー。待て。これはね、確実に当たるやつがあるんだよね。まあ、絶対メタキンが強くて、なぜなら HP が一番高いから、ね。50枚までかけられるのか。これも時間かかるんでね、ちょっと一旦パート区切ろうか。区切るぞ。